ルートンタウンフットボールクラブはイングランド南東部ベッドフォードシャー州ルートンを本拠地とするサッカークラブチームである。2021から22シーズンはエフルチャンピオンシップに所属。創設は1885年。1980年代にトップリーグに定着し、1987から88シーズンにはフットボールリーグカップを優勝し、 クラブ初の主要タイトルを獲得した。プレミアリーグが開幕する一つ前のシーズンである1991から92シーズンに降格。それ以来トップリーグの舞台からは遠ざかっている。2004から05シーズンにフットボールリーグ1で優勝し、フットボールリーグチャンピオンシップに昇格。 9年ぶりに二部総統のリーグに返り咲いたが、2006から07シーズンから3シーズン連続で降格を経験。五部総統のカンファレンスナショナルまでリビジョンを落とした。2013から14シーズンにカンファレンスナショナルで優勝し、フットボールリーグ2に昇格。2017から18シーズンにリーグ2で2位になり、10年ぶりにフットボールリーグ1に昇格した。 2018から19シーズンは途中で、フットボールリーグカップ優勝時のメンバーでもあったミック、ハーフォードが暫定監督として指揮を取る中で、最終節に14年ぶりのリーグ1優勝を果たした。一試合最多観客動員数、最多得点勝利試合最多失点敗戦試合リーグ、最高順位2021年8月9日、現在中、選手の国籍表記は、 フィファの定めた代表資格ルールに基づく。括弧内の国旗は、その他保有国籍、もしくは市民権、星印は EU 県外選手を示す。中、選手の国籍表記は、フィファの定めた代表資格ルールに基づく。中、選手の国籍表記は、フィファの定めた代表資格ルールに基づく。ルートンタウン S オフィシャルマッチデイプログラム。ルートンタウン。 サタデーチケットアップデート130ニューシーツインスタウルドルートンタウン FC2016 年12月15日閲覧勝ち点10が剥奪勝ち点30が剥奪ファーストチームルートンタウン FC2021 年8月28日閲覧ありがとうございます